明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。よー、どうも吉本新喜劇の横地ピーマンです。寝まくらか。はい、今日はですね、はい、占いの方にやってまいりました。占いの館千里眼さんの方にやってきたんですが、ちょっとね、インスタグラムの方でお声掛けをいただいて、はい、占いをしていただけるということで、うん、ちょっと、はい、やってまいりました。なんか今回はなんかメディア出演歴もなんか結構豊富なニーヨル先生という先生、ニーヨル先生という先生がいろいろ見てくださるということなんですけど、僕一度占い受けたことがあるんですよ。台湾の母とかいう人に、当時付き合ってた彼女と一緒に占いを受けて、 あなたたちは大丈夫と、もともとなんかこう縁が前世からあると、あなたたちは幸せな家庭を作れるわって言われて、3ヶ月後に別れるという。さあ、で一応芸人としてのこれからの運勢と恋愛、結婚をちょっと見てもらおうかなと思っております。楽しみです。僕も初めて。ドロちゃんは占いは経験ないですね。あ、そう、受けたことは。あ、本当。あるっていうのも僕は全然ここは来たことがなかったので、千里眼さんなんかどうやら当たりすぎて怖いっていう噂が巷ではありますんで、ちょっと行ってみましょう。わかりました。はい、あ、じゃあちょっとお話をお聞きしたいんですけども、阿部さん、ここの千里眼の魅力をちょっとお伝えいただきたいんですけど、どういった魅力がありますか、千里眼。まずは、老会計ですよね。20分2200円という、分かりやすい会計で、はいはい、であと占い師が全国で1400名いらっしゃるので、選ぶ楽しさがあると思います。で、その中からやっぱりこう自分に合う先生を見つけるっていう楽しみもあると思いますし、それが一番のうちのこの館として全国で展開しているということです。あ、全国にあるんですか。はい、そうです。ここのお店だけでも14名の方が在籍されてるんですもんね。はい、んこの他に店舗だけじゃなく電話占いっていうのもやってて、電話で、朝の9時から夜中の5時までやってるので、はい、なので本当に夜、家にいながらでも占えるんですよ。はい、すごい魅力もあります。あ、ベッドで横たわりながら占いできるんですか。車からでも運転中とかでもいいんですよ。ちょっとそれあんまり勧められない。まあ確かにね、ちょっと何か聞きたいっていう人は、はい、確かに一言だけでも聞きますし、お腹痛い時とかいいかもね。もしかしたら悪運がみたいな。良くなりますよって、ね、スーッと消えるかもしれない。明日には治ってますって言われて安心できるかもしれないからね。熟睡ですね。そして占いの魅力ってどういったところですか。占いの魅力は、ね、はい、当たりでももちろんなんですけど、お客様の最後まで味方でいるっていうのはちなみに、やっぱりね、例えば誰にも相談できない、相談しづらいことでもありますね、はい、っていうのもあります。はぁ、使っていただけたら、はいはいはい、なるほどね、確かにその考えなかったかも。占いってどんな種類があるんですか。はい、こちらに書いてるように3種類大きく分けてあるんですけど、はい、名線、木線、総線って言って、はい、例えばなんか有名な手相とか、そんなのは例えば総線に入るんですけど、はい、あと例えばうちの店だと霊感霊師の先生、目に見えない、はいはい、例えばタロットカードとかもそうなんですけど、例えば今目の前で、すれ違った子がすごい可愛くて、もうめっちゃ気になるんですけど、あの子とこの先何かありますかって、生年月日も名前も知らないじゃないですか、はいはいはい、そんな方との相性も占えるんですよ。僕線です。はい、怖すぎる。先生っていうのは例えば生年月日から、占うのは例えば星占いって言われるような、はい、それの西洋占星術、あと日本、こっちは西洋ですけど、日本だと地中水明とか九星気学とか、こうはい、あるんですけど、はいはい、何か印象って何ですか、占いって言ったら。占いって言ったら、いや僕正直
なんか、まあ、当たるっていう人もいるじゃないですか。でもなんとなくちょっとあの先入観というか、でなんかみんなに当てはまるようなことを 言いそうみたいなイメージが勝手にあるんですけど、ちなみに人気はどれなんですか？人気、あのやっぱり目に見えない世界っていうね、霊感霊視っていうのもすごい人気ありますし、あとタロットカードはやっぱり日本でカードを使った占いは人気ですね。今日あの担当していただくニーヨル先生は、ニーヨル先生は霊感霊視で、さらに先生オリジナルではないんですけど、神殺しになって神様とつながって、そこからその方にメッセージというか、をいただくっていう。あ、そうですか。神殺しです。神殺し、はい、神様。なんか新しい大根殺しの仕事みたいな。神殺し、はい、ちょっとめっちゃワクワクしてきたな。すみません、吉本新喜劇のコチピーマンと申します。はい、よろしく。はい、すみません、よろしくお願いいたします。お願いいたします。あ、じゃあ早速占っていただいてもよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。これどういった流れで、あれ、するんですか？いつもいつも、はい、いつもでしたが、誕生日、お名前と誕生日を聞いて、でそこからあの気学も使いますので、統計学も使わせていただきながら、はい、でそしてあの今年の運気とか、はい、あとは横地ピーマンさんの今年の一年の流れとか、はい、であと聞きたいことに先生の答えとかね、はい、いっぱい答えますよ。ありがとうございます。え、じゃあまず僕の生年月日とかをお伝えすればいいですかね。こちらの方に、はい、あ、こっちで、あ、似顔絵スペースそうですよね。芸名でいいんですか？芸名させていただきますね。はい、これだけのヒントでいいんですか？あ、もうこれだけで大丈夫です。すごい、今年ね、いい運気ですね。本当ですか？今年はね、あの、いろんな人とコネクトができてくるので、もともと何色って好きだったんですか？いや、全く興味なかったところからなんですけど、横地ピーマンさんね、農業関係強いんですよ。え、あ、そうですか？そうなんですよ、ピーマンさんに付けられたくらいだけど、自然を相手にした仕事。はい、今年ってね、大きく変わっていく、運気なんですよ。で、これがあのね、令和6年の2月の4日から、はいはい、令和7年の2月の3日までが、はい、あの今年の運気にはなるんですけれども、はいはい、今年ってね、あのスポットライト当たるよっていう。ついに。ついに。でそして、もう来てよかったわ。南への進出とか、はい、あとね、南西だね、相性いいです。南西、あの新喜劇だから、はい、大阪の方ですね。そちらの方はね、ラッキーポイント。おっと、お金とか、はい、金運とか、はい、あとコネクトができるとか、すごくいい。確かに最近大阪の吉本交通費出してくれんね。おお。そうなんです。大阪と七巻、東北、岩手かな、はい、の行ったり来たりがさらに運を良くする。へえ。前年5年、後年5年の間でも一番いい年。へえ。今年が。今年が。そう。でもね、今年ってね、あの今まで努力が報われてくるよっていう年なので、あのそしてすごいあの真面目な方ですよね。いや、どうでしょう。あのね、めちゃくちゃ真面目な、よく言われるかもしれないですね。すごく真面目で、そっかそっか、お笑いを真面目にやってる方なんだなと思ってね。そうなんですね。どうでしょうか、ね、お笑いを真面目にやっていて、でどっちかさんのすごい強さっていうのが、何の仕事もできるよっていうふうに生まれてる。へえ、あ、そうですか。そうそうそう。先生、ちょっと僕から質問してもいいですか？どうぞどうぞ。あの
まあ、僕今28歳で、うん、これから結婚とか、うん、まあ、親両親に孫の顔を見せたいなと思うんですが、彼女もいないんですけど、もう結婚できそうですか？あの実は今年ね、はい、恋愛運が、あ、今年？うん、そうそうそう、今年ね、恋愛運が、僕仕事も増えて恋愛運もいいんですか？そうそうそう、最強じゃん。で、楽しいこと多い年、へぇ、で、芸能にはもう最高の年。あ、そうですか。いつ頃結婚できるとかあるんですか？ありますよ、ちょっと待ってね。お、4月の5日から5月の5日でライブをアップするんですよ、はい、で、ここね、動いてほしいんですよ。はいはいはい、変な言い方だけど、はい、ファンの人でもいいんですよ、正直。あ、そうですか。そう、どこでもいいので、来やすいので、はい、なんで、ただの不安じゃない人が寄ってくるのでね、今年ってね。あ、そうですか。結構、相手になりそうな人が寄ってくるので、はい、今年って、ね、金運の年に入ってるから、ね。あ、そうですか。お金とラブ。お金とラブ、最高じゃん。いや、最高ですね。そのために芸人になったみたいなとこありますからね。お金とラブ、お金とラブのために。めっちゃドキドキしてきた、なんかワクワクしてるわ。街歩くのも嬉しくなるな、こんな。どこに出会いがこの人かもしれないと思いながら街歩くのも幸せよ。実はこっちピーマンさん、はいはい、あ、本当ですか、はい、黄色もラッキーカラーなんですよ。黄色好きですよ、僕。黄色とクリームはあなたのラッキーカラーで、はい、今の髪の色とかね、はい、かぶってるやつ、はい、うん、あ、ありがとうございます、うん、いいと思います。あ、うん、嬉しい、やっててよかった。なんか初めて報われた気がする。いや、すごいわ。俺、おじいちゃん、おばあちゃんとか子供好きなのな。バッチリですね。いつから見抜いてらっしゃったんですか？で、僕のファンとかじゃないですよね。いや、うん、うんとは言いにくいでしょうけど。うんとは言いにくい。ごめんなさい。ちょっとその質問の仕方はずれいかもしれない。よくなかった。よくはなかったですね。ファンです。ありがとうございます。いや、来てよかった。いや、先生信用できる。なぜなら同じピーマンカラーだから。ああ、でもこういうとこよ、結局。こういうとこよ。そこはちょっと僕は気づきませんでしたね。でしょ。俺も入った時から気づいてたから、ね、いや、いつ言おうかな。仲間ですよね。いや、そうですよね。あ、ほらね、気使ってないですか。あ、そうですか。今の肉見備えしてたんだよ。うまいですよね。そうです、そうです。めっちゃ関係ない質問してるんですけど、先生、キティちゃんを好きだったりするんですか？猫好きです。あ、そうなんですね。もしかして先生のラッキーアイテム、キティちゃんだったりするのかな。知らないね。いろいろ聞いておきたい。でも正直、金とモテ期聞いたからもうだいぶ心は満たされてる。健康とかはどうですか？健康とか。あ、確かに健康とかどうですか？健康はね、問題ないです。あ、問題ないですね。私はもう本当に頑張って飛躍してってくださいって言ってくれる。あ、わかりました。彼女だけは嫌わないで、ファンですって言ってるのを持ってきたら、俺すごいファンだったのっていうぐらいの勢いでいいです。そんな感じで大丈夫なんですか？特にいいのは、本当にいい人来るから。向こうの方から好き好きって言ったら、割とその人真面目でいい人ですから。勇気を持ってこっちに持ってきてくれたりするので、できれば同じ芸能人だからとかっていうんじゃなくて、本当に近場に寄ってくる人がたくさんいますから。うわぁ、嬉しい。毎日通おうかな。自己肯定感がすごい上がるな。
いいですね、占い。いや、大満足でした。ありがとうございます。人生迷ったらまた先生と来ます。ありがとうございます。うわ、楽しかった。あ、これいただけるんですか？もちろん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。